位置について、いや違うっけ、位置についてよーいって言ったら走ってくださいね。いいね、反応が遅いけね俺。それじゃ引っかからんけんね。位置についてよーいドン。どうどうどう、いや全力じゃないでしょ。全力は今ちょっと回らんかと思った、うん、足が本当に。いやいける、もっと。今何秒ぐらい、何秒だった今。今のが12秒、うん、結構かかってるね。 50m じゃないですからねこれ言って。本気で走るわ。よーい。おおどうどう、結構いいペースいいね。タイム良かったよね。タイム8秒。4秒打ち渡りまで分からんわ。5秒切るまで走り続けるっすよ。よーいドン。はい、帰りはジョグね。え、ちょっと惜しかった。帰りジョグ、ちょっと息整えて戻ろう。バスケ対決したいね。俺に勝ったら5万やるっす。じゃあ俺が負けたら5万円もらうわ。誰から？なんで？でもなんか運動してんじゃん、やっぱ最近してないじゃん、多分ヒロキング。俺の方がしとるっすよ。嘘。その足上げるのを運動と思ってるのが俺はどうかと思うっすけど。二段蹴り。じゃあもも上げ10回連続しっかり胸つけて。もも上げってどうやって、これ。じゃあ両足よ。これ両足。あ、これそれ。ダメダメ。何が1カウントもされ、胸につけんと。やっぱつかんもん、こんなこうなるで、ほんまに。待って、つかんもん、これ限界だもん。だって怒られるっすよ、そんなんやりよったら。つかえ、つくやるやったん。まあ現役の時はね。これうん、それ10回してダッシュみたいな。うー全然ダメ。あー疲れた。じゃあ次、なんかカメムシの匂いってさ、うん、なんかちょっと敏感になるよね。そんなにする？いやせん。あ、ついてるよ鼻に。カメムシって言う、ホームシって言わん。言わんす。ホームシって言う、俺ら地元ローカルだったらね。ローカルって言い方おかしい。なんでなんでローカルだったらホームシ。たホームシっていう人めっちゃおると思うよ全国に。いや聞いたことない。でも恥ずかしくて言えんと思う。なんで？だって誰も言わんもん、ホームシって言っても。だって知らんすもん。絶対ホームシていいと思うよ。カメムシっすよ。ローカルだったら。ローカルって何なんですか。地方とかじゃなくて。地元。地元をローカルって言い出したらやばい。なんなん、なんていうの、ローカルってなんていう意味の。ローカル。運動したいね、やっぱ。部活ね、俺就職してからさ、そういう部活動とかなかったっけさ、運動してない全然。就職したら部活動はないでしょ。え、あるじゃん、あるとこはなんかクラブ活動みたいな。大きいとこでしょうもん。あんなんでさ、なんか運動しとるのなんか羨ましいなって思う。いや、せんっすよ。せんの？だって疲れてるもん、やっぱ。サッカーしたでしょ、俺サッカー部だったっけ。サッカーしたよ、サッカー。挑戦者を求め。何の勝負ですか。バスケットのワンオンワンかサッカーか。
サッカーでの1対1って難しいっすよね。むずい、まあ、卓球もできるよ俺。私は俺卓球全国2っす、ね、ゲームでゲームとかあるっけ卓球の。何がいいねゲーム全国に行って卓球のゲームとかあるっけ。なの全国に行ったの卓球って何なの。俺全国にっすよ卓球。なんでインターハイ出場してます。本当にバスケ部じゃないバスケ部っす。どういうことなの。俺は高校の時っす。俺の高校の時、まあ、明星高校って言うんだけど、まあ、多分もう名前変わっとんだけど、あの卓球めっちゃ強かったっけんね。じゃあ対戦しとるかもしれんですね。本当に絶対してないでしょでも俺はあの言っとったけど軽音楽部だったよ。どんな活動やりよったんですか。お菓子食べたり、週に1回そのバンド練習がある感じ。ありがち。ある、ほとんど。結構真面目にやっとったけんね俺は。週 1? 他の日はその他のグループがやっとる。だいたい 3,4 人グループになるっけさバンドって。そしたらそのグループができるけ、週にまあ1回か2回ぐらい。そんなおったんすか、うん、流行っとったんすかバンド、うん、バンドブームだったけんね。例えばハイスタンダードとか、分からんす。ハワイアン6とか、知らんすロコフランクとか、知らん。でも俺はその中でもいつからかな、いつから奥田民生さん好きになったんかね俺。最近でしょ。いやいや、でも高校の時は聴いとった気がするね。なんか聴いてないかな。高校は違うし、知らんっす。俺らの時だって MD ウォークマンだし。いや俺らの時もあったっすよウォークマン。あでもアップルの方が多かったかもしれないです。 iPod? iPod、うん、iPod 持ってる人はちょっとお金持ちみたいな感じだった。あ、そうなん、うん、だパソコンもないとダメなわけじゃないですか、あれって。あ、そう、もうこれ買ってないけど iPhone と一緒要はちょっと違う。何やったっけな、忘れたっす。で、ね、MD はでもあの4倍に伸ばせるじゃん、知ってる。あれ、あれでしょ、録音の仕方でしょ。そうそうそう、4倍速、2倍速とか。速さじゃないよ、音変わるんじゃない。テープ伸ばせるテープ。うん、だいたいなんかね80とか60とか60って書いてあるじゃん。60だったら4倍でけ240分取れる音楽。うん、そう知ってる。懐かしいよね。まあ、持ってはなかったっすけど、欲しかったっすけど。あ、持ってなかった。カセット、カセット、カセット、CD のやつ。 CD? CD は持ってないです。カセットのやつ。 MD は欲しかったっすけどね。 MD かっこよかった、こうピシッとかこう、わかる、こう、こう、こんな感じ。いや、わかるよ、わかるよ。いや、あったけどね、家には。あ、家にあったん。だ姉ちゃんが持っとった。あ、そうか、もうヒロキング世代って言ったらあれか、だいぶもう変わってるね。いや、あったよ、全然。着歌とかもなかったでしょ。いや、がっつり着歌、取り寄った。月一親に言って、ちょっとこれ欲しいっけダウンロードしていいっつって100円とか、400円でフルとか買えます。ああ、あれバカにならんすよね、マジで。バカにならんよ、ほんまに、うん、俺、あの時俺が親やったら絶対許さんねほんまに確かにね、高かった、高かった、なんか安かった。でもなんか途中から、うん、なんか無料で撮れるようなサイト、なんか友達がこう知っとるじゃないですか、うん、なんか、うん、なんか知らんけど、うん、それ教えてもらって無料で撮り出して。言っていいんかな、これ捕まらんっけ逮捕、はい、逮捕無用ね。着メールか、E メールとかだったもんね。 E メール、チェーンメールよチェーンメール、チェーンメール回ってきた次の日学校でお前回ってきたのやつなかったっすか。いや、分からん、友達はもらんかったけど、そういうのはあの効果あったかもしれない。メールがメアド変更設置する人あー懐かしいね。まあ、そういう時代もあったもんね。まあ、最近よ、そういう時代ってもう。だって、まあ、じゃあ10年ぐらいだ。10年じゃないでしょ。だって俺高校生の時とかあれだ、もう16、17年前よ。あ、そっか。え、6、7年前じゃないっすよ。16、7年前だって俺32よ。だって15歳じゃろ高校生。違ったっけ、18とかじゃん。18、15年前。俺が今28だけん、10年前。
変わったね、時代は。変わったよ。スマホとか持っとる人が少なかった時代じゃないですか、ね、あの時って、うん、おらんかったんじゃないですか。おらんかった、おらんかった、おらんかった。あれだったの、なんかあのこうこうウェルコムです。スライドするやつ。ああスライド、俺スライドしてこう回るやつとかあったよ。はい、ありましたね。ウェルコム、ウェルコム、あったね。あったよね、そんな携帯。10分間無料で電話できる。うわ、なんかいろんなのがあったな。二台持ちとか結構おったじゃないですか。なんかカ、うん、カ、だからカード、コンビニ払いしたら使える携帯とかあったよね。違う、違ったっけ。それは知らんす。懐かしいね。何の話これ。カチャって開いてくる。カチャって。まだガラケーってあるんかね。あるっすよ、まだ。あるん、まだあるっす。見ることないもんね。これだもんね、だいたいこう。まあね、まあ、ほんますごいよね。この次何が出て、あれ見たっすか、ニュースで。何、なんかバイクが、あ、これまた別の話、うん、もったいないって。しょうもない、この動画には入れようも。バイクはどうしたの。まあ終わろうや、これ。なんか閉めて。まあアナログな感じでやってますけど、うん、まあ、確かに進化してないよね、うん、まあそのアナログのままでの方が良かったりもあるんかな。やっぱこのバーチャルとかじゃ、この風だったりとか、ね、鼓動とかってあんま感じることできんじゃん、バーチャル、うん、でやっぱりバイクっていうのはリアルで楽しめる乗り物かなと思います。ありがとうございました。うん、よかろう。